なんかステレオタイプのサイコパスにしたくないっていうお考えもあったと思いますけども、えー、でもなかなか難しかったですね。あそれはで本当は完璧なのは、うん、現場の我々も見て,<ー>見てる観客も完全に騙されて引きつけられてってんだけど<笑><笑>、うん、行動が全然違うっていうどうしてもうっと一人になった時とかの表情にそういうふうにやっぱり、うん。 演出しちただまあ題材がやっぱりそのノーチップの件があるのでそれがなければ本当に全くサイコパスに見えないサイコパスっていうのもう面白いだろうなとは思ってたんですけどね最も怖いですよねすむしろそういう存在の方が、はい、すんごい素敵な優しい顔して影ではね、えーうん 実はこうちょっと許されないことも平気でやるというまあでも現に100人に1人はいるであろうという試算がありますのであの自分たちが思ってるよりずっと多いんだろうなっていう感覚になるかと思うんですけど 2>,、はい、まあ2クラスに1人ぐらいですかね、はい、そう聞くと多いですよね。い撮影現場に1人いる <laughs> 怖いな、それは怖いわ。やっぱり、うん、先生から見ても怖いんですか、うん、中野さんは。いやいや、怖いですね。あの、<は>言って、あの、あのですね。人格の、まあ、ちょ、カテゴリーというか、あの、しん、あの。臨床心理で、こう、分ける分け方があるんですけども、タイプ B. っていう。 あの性格人格の特性の持ち主にこうカテゴライズされるんですねサイコパシーの高い人ってあの、うん、反社会性人格障害って言うんですけども、うんうん、でこの人たちの,そのタイプ B に分類されるあのパーソナリティディスオーダーもう一つ二つあってですねあの演技性人格障害っていうのがあるんですけど。うんうん 実はあの俳優に向いてるって結構撮影現場には結構多いんじゃないかというなるほど <laughs> それはちょっと、うん、あのいつもこう見学に来ていいよって言われるんですちょっとビクビクしながらでもあの監督ご自,自身はあのこれはあの別の,あの映画 関係の方から聞いたんですけども三池さんの作るものは非常にあの時にはエキセントリックで三池節っていうのがあると思うんですが、うん、あの実際お話しして接してみるとすごくまともだよって言われて <laughs> まとも<なん>か <laughs> どういう意味かなと思いましたが <laughs>、まあ、まともというより普通です普通ですごく意外だなって言われたり確かに意外感はあった。 なんか女優さんとかビクビクしながら来てるんですけど、うんうん、意外そうな顔で<っ>その衣装合わせ終わったら帰ってったりだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がすべての作戦だって、うん、中立でなければならないって建前になってると